前田浩二です。ライカ M6TTL の2000年ミレニアムモデルですが、関東カメラサービスさんで修理が完了してきました。まあ、ほとんど問題ないといえば問題ないんですけど、やっぱりほとんど使ってなかったのでメーターがちょっとずれてたみたいです。で、部品も何か劣化してたのを交換したようです。ということで、まあほぼ完璧だと思います。これは仕入れ先の業者さんの名前ですが、保証も半年効くようです。ものは M6TTL のブラックペイントですね。黒塗り、2000年に2000台出たライカ純正の記念モデルです。ストラップと、まだ電池もオリジナルのが残ってます。これが2000年モデルの、まあ、証明というかサインですね。あと、まあ、取説とかいろいろついてます。こちらは日本語ではないようですね。これはクロスですね。布です。ストラップも、多分使ってない状態でそのまま入ってます。こちら修理上がったままですので、完成してきた状態のままです。まあ、外観はほとんど新品ですので、全く本当に綺麗です。全然使った形跡というか使用感もないです。ここのキャップも新しく付けました。ストラップの跡もこのように全く通した跡はないですね。そこも、まあ、保護シール付いたまま綺麗な状態です。まあ、今回各部の調整もしてもらいましたので、全く文句なしだと思います。今バルブ、いい感じですね。小刻みも大丈夫です。万が一機関の方が故障などありましたら、関東カメラサービスさえ出していただければ保証は半年ありますので、その点安心だと思います。まあ、目視で見る限り傷はないですね。非常に綺麗です。ライカマークも全く問題ないですね。まあ、ある部品は変えてありますようなので、
綺麗になってますね。いいと思います。まあ、全然程度に関しては全く文句のつけようがないと思います。素晴らしい状態です。